この番組はサントリーとご覧のスポンサーの提供でお送りします。2人のディレクターが向かったのはベトナム社会主義共和国。国内最大の商業都市ホーチミンへは隅川ディレクターが、そして政治文化の中心地首都ハノイへは土方ディレクターが行ってみた。ベトナム滞在5日目、ハノイ、街を出てみた。出ちゃった。ハノイを取材中の土方ディレクターは、隅川さんは何やってんのか、ちょっと一回ホーチミンの方に電話してみます。ホーチミンの隅川ディレクターに様子を聞いてみた。そちらホーチミンの方はどうですか。人もバイクもいっぱいで、すごい都会な感じですね。あとお買い物もいろいろできそうですし、結構楽しい街ですね。なるほど、わかりました。そんな街だったの、ハノイのホーチミン。この街出る。街の雰囲気が似ていると思った土方ディレクター、当てはないがハノイを出ることを決意した。なるほど。とその時、あ、ブッキングオフィス、旅行代理店でベトナムのことを聞いてみた。ハノイから一番こう人気がある観光地というか近いところでどういうところがありますか。ベトナム北部で一番人気のある観光地はハロン湾ですね。世界遺産にもなっていますよ。見たい。ハロン湾といえば、龍が海に降り立ち奇岩に姿を変えたという伝説があるベトナムきっての景勝地。最高じゃんこれ。しかもハノイからは列車で行けるらしい。これはぜひ行ってみたい。早速ハロン湾へ行く列車に乗るため駅へ。綺麗な駅。あれが窓口ありますね。あそこで切符買うんじゃないですか。すいません、ハロン湾に行きたいんですけど切符買えますか。ハロン駅まで買えば行けますよ。でも朝4時40分発の1本しかありませんよ。朝4時40分。今お昼の1時です。え、どうするのこれ。手直すしかないかなこれ。仕方がないので翌日の早朝に出直し再び駅へ。ハロンまではおよそ7時間の長旅。7時間で160円。列車に乗るためホームへ向かうと、これホーム、これですか。動き出しハロン行きの列車は10両編成のディーゼル機関車だった。とりあえず行きますか。なんかちょっと見てください。学生の椅子ですよ。おうわ、これ7時間乗るの。しんどいな。これ血圧なくなんな。これきついな。角度が90度なんですよ。わかります。いや厳しい。これ7時間。これ2人の厳しい。よーし、到着です。着いた。何してた7時間。よし着いた、行きましょう。ただ座ってたんだ。これつらいわ。寝れないですよね。これがホームですか。え、これホーム。おお、ちょバイクがこんなところに。続けること5分。ようやく駅舎を発見。出口だ。ここまで歩かなきゃいけない。どうすりゃいいんだ俺。ベトナムで一番人気のある観光地だって聞いてんですけど。誰にじゃ。また失敗した。とりあえずタクシーを捕まえハロン湾を目指し走ること15分。それが見たい。ビーチって書いてありますね。世界遺産のハロン湾どんなところだろう。いった、終わった。目指すハロン湾はもう目の前。なんで急に出した。これだ、ハロン湾。これが世界遺産のハロン湾ですね。これだ、これだ、ハロン湾。違う、マジで。これ世界遺産の景色なんですかね。これ違うね。世界遺産にも指定されているハロン湾は確かこんな景色のはず。それなのに、イメ
ージとはかなり違う。めっちゃ走り出したのに、めっちゃ一体どういうことなのか地元の人に聞いてみた。すいません、ハロン湾ってすごく景色がいいところだって聞いたんですけど、こんなもんなんですか？いやいや、こんなもんで。ハロン湾の絶景は船で沖まで行かないと見れないよ。でも今日は天気が悪いからダメだろうね。まただ。残念ながら今日の天気では船で沖に出てもダメらしい。ついてないんだよな。がっかりっす。こっちががっかりです。今日の天気じゃ。幸いにもハロン湾沿いは大型ホテルが立ち並ぶエリア。ここでターが目星をつけたのは、あ、いいんじゃないですかこれ。ちょっとこちらは創業70年以上の老舗ホテル。気になる宿泊料金は、ここに泊まりたいんですけど一人おいくらですか？スタンダードルームが35ドルで、ビップルームが50ドルです。お、ビップでも4000円。安い安いな、それビップいっちゃうよ。とってもリーズナブルだったので迷わずビップルームを選択。一体どんな部屋なのか。どんな、どんなビップ。うわっ、広、超いいじゃん。ビップルームにふさわしい広さ。するとバスルームは、大きなバスタブに独立タイプのシャワールームもついてる。さらに、うわ、こんな広い部屋もありますよ。ちょっとすごい部屋じゃないですか、これ。ベッドルームの隣にはおよそ15畳のリビングルームまで。実はここ映画の撮影で訪れたフランスの名女優カトリーヌ・ドヌーヴや、ベトナムの偉大な政治家ホー・チ・ミンなど各界の著名人が宿泊した由緒ある部屋だった。すごいじゃん。快適なホテルライフが過ごせるこの部屋がおよそ4000円とはかなりお得。すごい。ここで今日は寝ます。明日に備え就寝。もうちょっと見ようよ、もうちょっと見よう。ベトナム滞在7日目、ホーチミン買い物をしてみた。この日は街の賑やかな通りへ。いや、若者の街だな。若者のファッション。ここグエンチャイ通りは若者向けのショップが集まる、日本でいう原宿のような場所。これ普通に可愛くないですか？うん、意外とするね。結構いい値段すんだな。流行のおしゃれな服を扱うショップが軒を連ねている。高いよ。あれ、しかし夕方になると、なんか洋服のハンガーラックのガイド。なんだこれ。どこからともなくハンガーラックが。36 T シャツ。お姉さん、あ、それそれそれ、色違いがありました。色違いノーマンガンよ。あれマジですか？なんで？全然違う。ちょっと買おうかな。実はこの通り夕方になると周辺の店とは違う問屋が安い服を売り始めるのだ。するとバイクに乗ったまま服を見てますね。プロだな、客も。安い服が並ぶ時間帯を狙い、バイクで乗り付けお買い物。おい、面白い。ベトナムの原宿は夕方からが安かった。すごいな。さらに通りを歩いていると、これすごいヘルメットですね。かわいい。かわいい。こっちは帽子ですね。かわいい。それもヘルメットよ。これヘルメットなんですか？かわいい。本当だ。超かわいい。これもほら紐がついてて、ヘルメットですね。日本では見かけない帽子型ヘルメット。なるほどね。そして、ちょっとなんかニット帽みたい。ニット帽みたいですよ。
硬いんです。すごい。ヘルメットはとってもおしゃれだった。いろんなあるね。ベトナム滞在8日目、ハロン市場へ行ってみた。この日も天候は優れず、ハロン湾の絶景は見られなかった。しかしホテルにいても仕方がないので、ハロン市内を歩いてみた。今日は町の方にやってきました。ここがアーマーケット。ああ、これ結構大きな市場みたいです。雨でもやってるんだね。この町で最も大きな市場を発見。立ち寄ってみることにした。ここは土砂降りだ。あ、魚類、鮮魚類ですね。これ海のもの、いろんな魚が。ここ見たい。あ、貝とかいっぱいありますね。すると、日本から来たあんた、ハロン湾の沖にあるクアバン村へは行ったのか。クアバン村、クアバン村。市場のおじさんによると、世界遺産であるハロン湾の沖に船でしか行くことができないクアバンという村があるという。気になる。何それ。行こう、それ行こう。気になる。この情報に飛びつき、クアバン村へ行くため、すぐさま港へ。ここが船乗り場じゃないですか、これ。さすがは世界でも有名な観光地。港にはハロン湾をクルージングする観光船が。観光船か。クアバン村行きの船はないので、観光船をチャーター。よかった、貸し切りやんじゃ。クアバン村を目指し、バイチャイ港を出発。そして出港からおよそ3時間。前方に小さく見えるのがクアバン村だよ。どれ、あれクアバン村。あ、すごい。クアバン村の正体は30秒後上陸してみた。え、上陸ってどういうこと。え、どうすんの、どうすんの。親切な人だ。どこ歩けばいいの。こんにちは。じゃあ、よいしょ。これちょっと、ちょっと人の家ってこと。うわ、これ見てください。これ発泡スチロールですよ、これ。発泡スチロールの上に木を組んで、イカダみたいにして、その上に家が建ってんだ。へぇ、すごいな。え、水かさとか増したらすごいな。クアバン村の家は発泡スチロールの上に建っていた。下で見てください。犬いるの。漁師さんですかね、なんか直してますね、網を。こんにちは。この村の方ですよね。そうだよ。この村で漁師をしてるんだ。僕はここで生まれ育ったんだ。あ、ここで生まれて育ったんだ。へえ。代々漁師というトゥックさん一家は7人家族。この家は17年前に自分で建てたんだよ。そんなトゥックさんの年収はおよそ36万円。クアバン村の漁師は魚の養殖もしていた。ベトナム滞在9日目、ホーチミン、街を歩いてみた。行き止まりだった。なんか音がする。あれ、何やってんだろう。すいません、すいません、何やってるんですか。踊りの稽古よ。綺麗な人たちがいっぱい。これはベトナムの伝統舞踊。王朝時代から続くもので、現在でも急上昇されている。チョコみたいな。中でも代表的なのがゴーチェンというのよ。ゴーチェン、ゴーチェン。二つの湯飲みを重ねて音を出すゴーチェンというもの。こうして音を鳴らすの。すると、おうまま、ほらやった、絶対やると思った。先生、これ一個弁償します。たくさんあるから大丈夫。優しい、絶対やると思った。ほら、もう一回。もうやめてよ。無
不器用な隅川ディレクターにも丁寧に教えてくれた。優しいな。回転技、綺麗な先生。もうやめてや。回転技ですね。そして3時間後。3時間もやったの。かかったね。はい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 。今夜これをパーティーで披露するのよ。そこで隅川ディレクターも参加できるようにお願いしてみた。すると、いいわよ、いける。というわけでパーティー会場へ行ってみた。すごいですよ。すごい、見てください。何何何何何何何、ホーチミンに流れるサイゴン川、夜になるときらびやかな船が。観光客に人気のディナークルーズ。すごいね。うわ、楽しそう。あ、先生、あなたも着替えて。さあ早く。3時間みっちり練習したゴーチェン、その成果が試される。もうショーに出ちゃう。そしていよいよ披露の時。はい、これ。え？全然練習したやつじゃないの？これですか？ゴーちゃんは、ゴーちゃんは、まさかちゃん。ゴーちゃんはもう少し練習したからね。頑張りよ。まさかの。さまざまな民族楽器が披露され、演奏は最高潮に。タンバリンの音目立つな。せっかく練習したゴーチェンはやらせてもらえなかった。すごい。式を終え町へ戻ると、あれあれなんですか、なんかあそこにありますけど。何立派な建物が。行ってみましょう。早速向かってみた。人がいっぱいいます。すいません、これ何ですか。遊園地だよ。ここはホーチミン最大級の遊園地、スイティン。動物園やプールまで揃うスイティンは世界の人気遊園地ベスト12に選ばれたベトナムが誇るアミューズメントパーク。すごい。60秒後、人気アトラクションが登場。世界行ってみたら本当はこんなとこだった。動物園やプールまで揃うスイティンは世界の人気遊園地ベスト12に選ばれたベトナムが誇るアミューズメントパーク。うわ、すげえ。するとワニ、ワニがいますね。1万5000頭のワニが見られるワニ園。ワニが口開けてるんですけど。うわ、人気はなんとワニの餌やり。それ怖いよ。目の前に餌を出し取られないように楽しむ。わあ、いつも近いな。おい、あー待ってる、強そうだな。まだ楽しめる。まだまだセーフ。取られた。ワニの餌やりは迫力満点だった。ワニ以外に何かこう面白いものってあるんですか。鯉を浅瀬みたいなところにいっぱい。置いてお客さんが鯉のつかみ取りをやってる。服とかびちょびちょなるんですよ。もうびちょびちょでみんなやってて、それをどうするか取って、取ってでレストランで料理してもらえる。そうなの。そう。でもその感じでようベスト10に入ったな。そしてですね、隅川ディレクターが夜店で手にしていたヘルメット、帽子のようなヘルメットを用意いたしまして、日本でかぶっても大丈夫な企画なんですか。実はですね、このヘルメット日本の安全基準に適合してはいないということで、日本ではヘル
メットとして使用することはできませんが、ちょっと一旦ちょっとこれいいね、これいいわ、なんか似合いますよそれいいですね、岡田さんすいません、そんなだって僕別におしゃれ好きだもん、おしゃれ好きですけど面白くなったりしないですよ僕、いやいや大丈夫でしょう、出た、あね、あだから言い出したよ僕、帽子が悪かったです。そうですそうです。僕かぶっても面白くならないですよ。ああ、うん、ほら。ああ。だから言うてるやん。面白くなれないって初めから言うてるやん。何でもね、カンペレとか日村さんに出してる。日村さんも。ああ、日村さんもね。あ。あ。え。死んじゃうよ。まあまあまあ。もうちょっと飲まない。もうちょっと死んじゃうよ。すごいですよ、船、うん、この番組はサントリーとご覧のスポンサーの提供でお